さあやっていこうかなと思ったんだけど、ちょっと村探したいよね。ちょっと船でね、別大陸にちょっと行ってみようかなと思います。サバンナだね。じゃあちょっとここ見てみようか。お、あれは村じゃないか。見えた見えた、村だね。お、あぶね。よし、じゃあちょっと探索させてもらおうかな。うん、どこで声がした？あー、いらっしゃるいらっしゃる。じゃあまずここの人参をね、いただこう。どうも、お邪魔します。パン。はごめんなさい。あ、村人さん多いね、ここ。おー、いいじゃん。へー、よいしょ。ちょっといろいろ見て回ろうかな。お、ここは師匠さんの家だね。すいません、本いただきます。やばい、めっちゃ見られてるわ。ちょっとお借りしますね。お、なんだ、わあ、お豆腐飾ってある。千円かまどだって。これ大釜かな。これもらってっても大丈夫なやつかな。見られた。あ、本だな。めちゃくちゃ見られてるわ。やばい。ちょっとお借りするだけですよ。この下は？あ、なんだこれ。これ豆腐だよね。木綿豆腐。あ、上に石を置けばなんかなるってこと？じゃあ豆腐ブロックの上にこうやって丸石を置いて重りみたいな感じですればいいんかな。ちょっと家帰ってやってみよっか。じゃあちょっとこれもいただいて引きますね。重りを乗せてみると、ちょっとやってみよっか帰って。ちょっとお借りしますね。これもらえるんかな。もらっていいやつかな。ちょっと我が家に欲しいな。お豆腐、絹ごし豆腐、あ、いちご豆腐、ずんだ豆腐、鋼豆腐、勉強になるね。ちょっと出させてください。あ、ここにも味噌漬け豆腐だって。お、なんか実績も解除したね。うるさいなうるさいな。味噌漬け豆腐、あ、これも水抜きが秘訣。なんだろう、石豆腐。あ、なんか今取れたよ。なんだなんだこれ。ネギ。へえ。ちょっとここ壊しちゃったから埋めといてあげようね。ちょっとここもらって帰ろうかな。すいません、ちょっとお借りしますね。はい、あんた初めて見るね。豆腐職人との出会い。へえ。それお腹に豆って書いてあるんかな。かわいいね。ちょっと背中見たいな。やっぱ背中も豆って書いてあるんかな。ん？ちょっとミシミシ。ちょっとミシ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 。ちょっとミシミシミシ。あ、わかったわかったわかった。視点を変えてみればいいんだね。豆腐って書いてあるんだね。お豆腐屋さんだ。ごめんなさい、さっき壊しちゃった。お豆腐屋さん、お家。よし、さあ。へえ。ちょっとあの豆腐の家に重りを乗せると、あ、豆腐の家にじゃない、豆腐の上に重りを乗せるってのやってみたいね。いや、お、こっちにも家。
こっち見たっけ。あ、見たね。シシャさんの家だね。お、あっちにピラミッドが見えるぞ。ついでに行ってやろう。よし、ピラミッドだ。おいで。このモッドを入れて初のピラミッドだね。よし、じゃあちょっと中見ていこうかな。よいしょ。この下にね、穴があるんだよね。よいしょ。よいしょ。なんか後ろ怖いな。押すなよ的な。よし。この下にね、宝物があるんですよ。で、この真ん中にこういう石のスイッチがあって、これを踏むと下に仕掛けてあるこの爆弾が爆破されます。なので先に取っておく方がいいかもしれないですね。何がいらないかな。いるもんばっかりなんだよな。あ、ボート、あれチェストすっげー持ってきとる。お、ダイヤ来た。ありがたいね。大釜も作れるし、いいか。お、ダイヤたくさん。お、ダイヤの馬鎧だ。あ、来た。サドル、金、エメラルド。いいんじゃない？収穫的には。脱出。あったあった。ここにもお豆腐屋さんおるんかな。とりあえずだらーだらー、にんじん。あ、お豆腐屋さんあるじゃん。ちょっとお邪魔しよう。お邪魔しますよ。豆腐の上にもなんとやらって出たな。なんか新しい豆腐手に入れたかな。石豆腐、いちご豆腐、絹ごし豆腐、なんだろう。ちょっと実績見てみようか。豆腐ケーキ、なんでやら、さらに的を。豆腐に石を乗せて石豆腐を作る。あ、これだね。鋼豆腐から剣を作る。あ、そういうのもできんだ。あ、じゃあこれ待っといたら、これが鋼豆腐になるってことだね。上に乗せるのは何でもいいんだ。じゃあ一応これもらっておきますよ。よし、帰りましょうか。特にもう何もなさそうだしね。よし、ただいま。いや、ただいまですよ。あ、そうだ、これ説明してなかった。このボタンを押したら、あそこのディスペンサーから水が流れて、こういう風に大豆を取れるようになってあります。で、これでもう少しは水が止まるというわけですね。こんな感じで大豆を収穫できるようにしました。植えるのはやっぱ手で植えないといけないんですけど、ただ収穫が楽になったからという装置ですね。よし、なんかそうだ、ちょっと重り乗せといてみようか。木綿豆腐ブロックをこうやって置いて、どんぐらい置けばいいんだろう。ばらけちゃった。さらに石をこうやって置いとけばいいかな。ちょっといっぱい作っといてみようか。じゃあこれまた時間が経ってからちょっと見てみたいと思います。よし、上脇つぶしと。
そうだ、声援かまど。この声援かまどっていうのは上に大釜を置けばいいかなみたいだね。ちょっと作ってみようか。ダイヤとか入れといて、よし。大釜は鉄をこういう風に並べたらいいんだよね。バケツはこうやって3つなんだけど、これを5つじゃなくて、何言ってんの俺7つね。こうやってると大釜ができるんだよね。よいしょ。うん、でこれ大釜をトントンと置けばいいかな。あ、で水を入れるんかな中に。よいしょ。ほい、水入れてみよっか。ほい、お入ったね。ほい、あやべ、水浸しジャンプ、よし。あ、これでいい感じだね。で、ここに石炭を入れたらいいかな。ちょっといろいろやってみようか。よいしょ。で、ここに石炭をトンと。ほう、なんか進んだね。何ができるの？声援だけに塩？お、塩ができる。ってことは、あそこの外で作ってるやつはもういらんってこと？で、あ、これにがりがたまるんだ。ってことはここに瓶をセットすればいいんかな。よいしょ。じゃあガラス瓶を、あ、できた。ってことはあの外の装置が、さあ今回はいかがだったでしょうか。まあ村を冒険してこの石を乗せるというシステムも発見できました。で、手に入れたじゃがいも、人参だったりっていうのは育てていきたいと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。